こんにちは。手で芸をするコミーです。ダイソーに行ってきました。もちろん冷水筒ですよ。ちょっと違うものも見えましたか。これまた後で何かのタイミングで出しますけどね。ちょっと今日は冷水筒。さすがにいろんな色のものを全部買おうというふうには思いませんでした。まあ多めだったんじゃないでしょうかね、品揃え的には。はい、これね、前回も買っていますね、このバイオレット。これもこれ初めてかな、モスグリーン。前に買った気がするんだけど。で、これがローズレッド。あの40番の赤とはちょっと違いますね。やっぱり姉は40番しかない色ですね、あの色で。これもなんか買った気がするんですけど、この色結構好きです、ミモザ。はい、で今回は、このラメを買いました。この2色ね。アイボリーみたいなラメは私前に使っています。あのいろいろなものを作っていました、昨年ね。で、このミックスはマーブルというのを買いました。これとは違いますよね、色がね。でね、薄めのミックスの色はあったんですけど、ちょっと私濃いめのがいいなと思ってこれをチョイスしてきました。はい、もちろんこれはすべてこういう形にしようと思っています。もうね、あ、ちょっとほどけちゃった。これでいいやって気がしてます。いいやっていうのはなんかあれだけど、もうね、何かこう何を編もうとか悩まずに済むというんでしょうか。もうこのまま、ただまあこのこれを大きくして何かがね作れるかっていうと、それはちょっと分かんないですけど、途中で飽きちゃう可能性もあるし、でも何かこう無理やりね作って使わないものをね増やしていくよりは、この小さな編み地を増やしていくという方が、まあまだいいのではないかというふうに思ったりします。なのでこれをちょっとやっていきたいと思うわけです。で、まあこれ今編み途中のものがない糸たち、レース糸たち、レース糸じゃないのもあるけど、にこれが加わります。で、やってみたいのからちょっとやりましょうか。ちょっとせっかくだからラメを使ってみましょう。これとこれでいこうかな。これとこれもいいですね。まあ、全部やっていくと思うので、いろんな組み合わせでラメと普通のとでもいいし、ミックスと普通のとかでもいいし、まあ本当にちょっと変えるだけでね、だいぶ違うので、これはすごく楽しみですよね。針の大きさはあまり変えないでいくと思います。3号 でちょっとこれどかさないと、ちょっとこの間のピントがね合ってなくて、本当に見にくい動画になっていました。失礼いたしました。
ね、せめてピントぐらい合わせてって感じですよね。このね、かぎ針でもできるよっていうことが分かっているのに、よし、レース糸をアフガン編みでやろうみたいにスイッチが入ったもんだからアフガン針欲しいなみたいなことを思ってしまっている。もうね、これはあるあるだと思います思いますとか言って言い切っちゃってるけど、まあそうじゃない方もいらっしゃるでしょう。でもね、道具から入る方も中にはいらっしゃいますよね。でこの間お聞きしたんですけど、そのアフガン針がこうセットになって、たくさんセットになってお安いのがあるよっていう、まあ外国製なので、まあ、到着までにえらい時間がかかるというそのリスクがねあるんですけど、そういうのがあるよっていうのを聞いて、まだ検索はしてません、この撮影している今時点では。ただアップするまでの間に検索している可能性はありますけど、でもその私にとって最大のリスクなんです、その到着するまでに時間がかかるというのはね、もうその到着している時にはすでに飽きているということが超あり得るですね、私の場合は特に。だからとてもリスキーです。まあたくさんセットになっているけれども、とてもお安いというね、外国製ならではのポイントもあるんですけど、まあでもちょっと惜しいなと思い始めちゃったということをちょっとここで告白しておきましょう。どうなるかは分かりません。でもね、あのレース糸をやっぱり見に行ってたくさんあるのを見るとね、で今こうやって編み始めると、またまだまだしばらく楽しめそうだなっていう感じになるんですよ。でそう、これを思いついてもないしと思うのは、この小さいサイズで編んでいくから飽きにくいんじゃないかと思うんですよね。もうアフガン編み自体に飽きちゃったらあれだけど、でもこのちょっとずつ色を変えてこういろんな組み合わせを編んでいけるって考えると、まあ飽きにくいんじゃないかなとは思うんですよね、普通のなんかこう作品を作るよりもね。ちょっとじゃあ飲み物に行っておきましょう。ちょっと紹介したから今日はだね。今日の蓋付きマグカップ、あ、ちょっと冷たくしてきたんだ。ちょっと暗いでしょうかね今日。梅昆布茶です。ちょっと暑いと飲めないと思って氷入れて冷ましてきたんですけど、ぬるい感じでちょうどいいです。これ、毎回動画でやると多分つまんなくなっちゃうので、このいろんな色で編んでいくっていうのはちょっと私楽しみたいと思ってるんですけど、時々ね動画でこのぐらい溜まったよみたいな報告がてら動画にできたら面白いですかね。でいろんな色の組み合わせでこんな色とこんな色でこんなになるよみたいなのもね、見ていただけるともしかしたら参考にしていただけるのかしら。編み物好きな方にはまあきっとあるあるだと思いますけど、こういろんな色がこう並ばれてね、棚にあるとどうしても欲しくなりますよねコレクター癖というんでしょうか。レース編みはあまりやらないんだけどという方も買いたくなる
ようなこう心を動かされる感じがありませんか？ね、まあそこはビジネス側としても狙っているところなのかもしれませんけど、でね、100円だと思うとちょっと買っちゃおうかなみたいなとこも多分ありますよね。で、買ったはいいけど、じゃあどうするよっていうね、そんなことが起きている可能性がある冷水とね、その今年のダイソーさんの新色とかカラーバリエーションの多さはそういう症状を引き起こしている方結構多いのではないでしょうか。冷水とって言われるとレース編みじゃないといけないのかなっていう錯覚もやっぱり起きますよね。もちろんレース編み用に作られた糸だからレース編みには適しているんだとは思いますけど、そう、私もこうやって使ってみてコットンだということをね、もちろん分かってはいるけど、あ、なんかこうレース糸という名前に惑わされてたなというのを感じました。まあ頭を柔らかく、このレース糸だけどコットンの糸という認識で何かに使おうというふうに思えたらちょっと広がるのではないかと思いますね、その使い道がね。だとするとその買ってしまったレース糸が生きてくるというふうにこじつけにも聞こえますけど、私もレース糸を買いたいから買いたいなら使い道を考えましょうということですね。はい、そういう流れになっています。どうぞその買ってしまってあらこれどうしましょうみたいな方がいらっしゃったらね、そんな風にしてちょっと使い道を考えてみるのはいかがでしょうか。いいものが見つかればまた買い足せる私はダイソーの回し物ではありませんでもね、その本当100円で気軽に買えてそのウキウキ気分になれるって考えたらすごくね、嬉しいことです。で、買うだけ買ってこう罪悪感を持つぐらいなら何かまた買い足せるぐらいな活用方法を見つければその罪悪感もなく、そしてまた買い足せるという悪循環にも聞こえるけれども、それを悪循環にさせない発想力というんでしょうかね、うん、そんな風にして楽しみましょう、編み物とお買い物私はこのだからアフガン編みのちょこちょこ編みをつなげるという発想は私にぴったんこな感じがしていて、うん、いいもの見つけたなと思っています。まあもちろんこのチャンネル見ていただいている方は飽き性な方が多かったりとか、割とね、私は、まあ、こんな人あんまりいないんじゃないかと思っていた自分のことですけど、案外多いんだなみたいな風に思ったりしているくらい、このチャンネル見てくださっている方はそういう方が多いように思います。なのでね、もしこれ私もやりたいと思う方がいたらぜひやりましょうそしてレース糸の在庫を増やしましょうね、楽しいと思います。つなげたらどんな感じになるのか、まあ、ちょっと今の段階で私もまだね、そこまでたくさん編んでちゃんとつなげて大きなものにできるのかという自信は全くありません、うん、本当にこんなちっちゃいサイズなのでたくさん編まないとなかなか大きくならないですよね。だからそこはちょっと自信がないですけど、そういう大きなものに向けてこの小さなものを編み溜めていくっていうのはなんかワクワクする感じもなくはないんですよ。
面白いものができそうだなというふうにも思うので、まあだからね、できないというふうに決めつけないで、できないかもしれないとは思っているけど、まあそこはちょっと置いといて、今やってて楽しいなと思うことをやりましょうこれどうですかね、ちょっとまだ半分ぐらいしか見てないけど、あのそうエレガントラメも私が見たことない色もあったんです、これ買うときだけど、今回はあえて、レース糸のラメを選んでみました。やっぱりね、あの感触が違います。まあだからもちろんいいんだけど、エレガントラメでもちょっとレース糸で揃えるっていうのもありかなというふうに思ったので、見えますか色の感じがね、これいいですでちょっと私やっぱり前回もそうだったんだけど、こっち側が右側が緩くなってしまう、だからこういう表現、大げさに言うとこう広がっていく気がする、編み地がなんかこれ対策があるんでしょうかね。ちょっと一応こっち緩めにしてこっちきつめにしようという意識もあるけど、うん、まあまあいいです。はい、今日は新しいレース糸の購入の紹介と、アフガン編みを編むという動画になりました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。